文系化する国立農学部宮崎大学が総合型選抜で共通テストを重ない形式を導入します1次が調査書自己推薦書活動報告書2次が模擬講義の受講とレポート作成及び個人面接だけで11月に合格ですなんか最近こういう国立大学農学部増えてきてるんじゃないかっていう気がするんですね今までは理系の高校生しか受験できなかったんですが これなら、高校で文系クラスの人も国立農学部挑戦できるのではないか。島根大学生物資源科学部のヘルニュー総合型選抜はなんと、えー、一般型51人取ってます。かなりの人数。島根県鳥取県枠8人、専門高校枠10人、グローバル枠3人が別にあるんですけど、えー、これもですね、50名以上が 12月1日には島根大の生物資源科学部に合格と、鳥取大学も総合型選抜は12名、学校推薦型はなんと40名、年内に合格、合計52名ですね。書類と面接だけのものもあるわけですね、入試方式によっては。というわけで、全国の国立農学部全部調べるのはちょっとさすがにめんどくさかったんで、各自で頑張ってもらうとして、例えば、鹿児島大農学部年内17名。 佐賀大、えー、年内総合型5名、学校推薦型6名、ちょっと少ないですね。山口大農学部年内学校推薦型20名ということで、このまま北海道まで遡っていけば、国立農学部の総合型選抜や学校推薦型選抜の中には、年内合格のものもかなり増えているのではないか。そして、方向で、文系クラスの人でも挑戦できるんじゃないかという気がしてきますね。共通テストもいらず、 理系の科目も要求されず国立大学の農学部に入れるすなわち高校で文系クラスを選んでしまったあなたでも農学部を諦めることはありません農学って言っても畜産とかバイオテクノロジーとかまあガチガチに理系っぽいことはさすがに大変かもしれませんが農業経済学とか経営学よりなこととか国際農業開発とか地域おこしみたいな農学部って 経済っぽいこといっぱいやってるんですよ。で、文系で農学部行きたい人の中には、そういういきなりその野菜や果物やですね、動植物作ったりこう、遺伝子とかそういうことじゃなくて、文系よりの落としどころの学び方もできるんじゃないか。あるいは別に高校が文系だって大学理系行ってもいいわけですね。同様なことは、国立大学の法学部や情報学部であっても、文系の高校生であっても、年内受験できる 総合型や学校推薦型って多くなってきているように思うんですね。なので、情報系とか工学部、まあ、特に情報系高校生人気ですけれども、情報系の国公立大学で共通テストがいらず、年内に合格できる総合型や学校推薦型は、高校で文系クラスの人もどんどん挑戦していったらいいんじゃないでしょうか。そして、この農学部の文系化。 場合によっては工学部や情報計画部もこうなってきてるっていうのはまさに地方国立大学の工学部や農学部がじわじわと不人気になってきてる。それと共通テストの結果で大学の序列がはっきりついてしまい地方の海国立大学の工学部や農学部は賢い高校生の獲得が難しい面が正直あるわけですね。 そういう時に第一志望で総合型や学校推薦型で優秀な生徒が来てくれるのであれば大歓迎ということで地方の工学農学の国立大学でいよいよ進学校の文系クラスでも欲しいんじゃないのっていう感じがしてきます。ということで実施している国立大学の特に工学部農学部に申し上げたいのは 高校が文系でも年内の総合型や学校推薦型で共通テストなしの受験受けませんかっていう PR は盛んにやってください。もう入試方式は皆さん導入してるんですから。そして、誰でもいいってわけじゃなくて、やっぱり地方の高校で6教科8科目で共通テストでちゃんと上位進学校に行こうみたいな、その、いわゆる有名大学、有名国立大学を目指しているような、 各県の上位高校、上位高、進学校の公立高校であれば、そういうところで6教科頑張ってる文系クラスの生徒というのは、地方国公立大は欲しいはず。で、別に勉強もついていけると思うんですよね。逆に、マーチカンカン同率行くつもりで、北語と英語と日本史しかやってないなんていう人はいらないでしょう。なので、地方高校で6教科頑張ってる文系クラス。 をこの年内入試で取るというのは地方国公立大学としては正しい戦略かなという気もします。なので今回は農学部ですけど農学部、工学部は、えー、地方国立大学においては地方高校で6教科頑張っている生徒さんは年内推薦で行くということも検討しても良いんじゃないのかなと思います。正直これは高校側は共通テスト2次って頑張っていると思うんですけどあなた個人は 入りたい大学を見つけたら、まあ、例えば宮崎大学農学部でこれをやりたいっていうのを見つけたら、それに関連した探究活動をやって、高校側にはちゃんと6教科7教科、6教科で前期日程で行きますって言っておいて、えー、推薦もチャレンジしたいみたいなことを言って、年内に総合型や学校推薦型で決まれば、まあ、それはそれで良いのではないか。ということで、上位進学校、地方の、地方進学校の 文系の人脳法学部へ行きましょうというお話でした。